どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りです。勇気はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か。それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな。僕個人のことだから参考になるかはわからないよ。それでも構わないわ。教えてくれるならとっても嬉しい。まあそこまで言うならと言っても経験をいっぱい積んだからとしか言えないんだけどね。経験？勇気って GGO はそこまで長くやってないわよね。うん、 GGO はね。だけど他のゲームはいっぱいやってきたからさ。 VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とか、そういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。なるほど。やっぱり時間かけて練習して上手くなってくしかないか。そうだね。地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん！いいのか？この情報は値が張るぞ。なんせとっておきのネタだからな。と言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら、珍しいわね。でも助かるわ。それで勇気の強さの秘密っていうのは？センスかな。時々いるんだ、他の人たちとは明らかに違う奴らっていうのがさ。明らかに違う？ああ、勇気もそうだし、他にはキーボーとかあーちゃんとかシノンとか、あとは君とかさ。当然ですね。マスターは最強ですから。最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは思えない成長っぷりには驚かされるな。ま、世の中にはすごい奴らがいるもんだ。あ、どうしたんだ？それじゃあ、センスのない凡人は強くなれないっていうの？そんなことはないよ。オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言うだろ。情報さえあればどんな強敵にも勝つことができる。オイラはそう思うけどな。なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか。ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなりたいよ。クレハも十分強いと思うけどな。
ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですよ、クレハは強いです。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと。誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ。あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ。むしろ今よりもっと強くなりたいってそう思うよ。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。こんにちは、リーファちゃん。いきなり誘って迷惑じゃなかった？いいえ、全然。期間限定のリゾートスパ、すっごく行きたかったんです。よかった。あとは勇気も来る予定なんだ。やった。こういうのはみんなで行くのが楽しいですしね。そうよね。たまには女の子同士でゆっくりしなくちゃ。ごめんごめん、遅くなっちゃった。待った？ううん、私たちも今来たところだから。それじゃ行きましょうか。うわー、結構混んでる。 GGO って女の子少ないイメージだったけど、ここにはいっぱいいるね。女の子はみんなお風呂大好きだもんね。もしかしたら GGO の女の子がみんな来てるのかもしれないよ。なんかいろんな温泉があるみたい。楽しみだな。よーし、急いで着替えちゃおう。まずはオーソドックスにこっちの薬湯から入らない？みんなで賛成。はあ、お湯が緑色だよ。ゆうき、ゆっくりね。あー、いい気持ちいい。あー、ほんとですね。リズさんもシリカちゃんも来られたらよかったのに。そうね、シノノンも今日は忙しいらしくて。また今度みんなで来たいね。いいね。強いエネミー倒した時とか、大きなイベントの後とか、そういう時にみんなでお風呂に入れたら最高だろうな。あ、いいかも。今度企画しようよ。みんなの都合を合わせて。そうだね。だったらお弁当と飲み物も用意して。ハンスナ、それじゃピクニックになっちゃうよ。あ、そっか、なんか楽しくなっちゃってつい。ピクニックも楽しそうですね。エネミー討伐兼ピクニック兼お風呂にしましょうか。盛りだくさんだね。それじゃあいつにしようか。明日？今週末？そんなに慌てなくてもしばらくは空いてるみたいよ。みんなの都合を合わせて決めましょう。はーい、その辺の調整はアスナに任せた。私も楽しみ。